人気グループ関ジャニ∞の大倉忠義と俳優の成田凌が共演する映画「窮鼠はチーズの夢を見る」の新たな公開日が9月11日に決定した。同作は失恋ショコラティエで知られる人気漫画家水木せとなしによる「窮鼠はチーズの夢を見る」「訴状の恋は二度跳ねる」を行貞勲監督によって実写化。学生時代から自分を好きになってくれる女性と受け身の恋愛ばかりを総理返してきた大友恭一、大倉と恭一への思いを募らせ葛藤する今が背渡る成田による苦しくも切ない恋物語を描く。行程監督は5月に延期が決定してから本作を待ち遠しく思ってくださる方々の声をたくさんいただきました。やっと公開が決まりました。スタッフ、キャスト一同、皆様の感想を早く聞きたくて、今から興奮していますと公開日決定を喜んでいる。